まずいな。あいつ、わしより強くね？さあ、やっていきましょう。今回はコラボ企画です。久しぶりのコラボ企画ですね。まこちゃんさんとコラボさせていただくことになりました。まあ、コラボって言っても、まあ、対戦ですね。対戦。で、正直言います。勝てる見込みはない。で、今回のルールなんですけど、2試合やります。で、そのうちの1試合をまこちゃんさんは耐久っていうルールですね。はい。まあ、まこちゃんさんといえばですね、オセロの有段者で、確か5段格でしたよね。めちゃくちゃ強いんですよ。で、耐久が超うまい。やっぱね、オセロ有段者ですからね。で、まあ、今回ね、その耐久使ってもらうんですけど、2試合とも耐久をもし使ってしまった場合、まあ、時間も長くなってしまうし、同じような展開になってしまうので、まあ、耐久は1試合だけっていう感じでね。でもね、私そうなった場合、耐久相手にそのメタルデッキを作ったんですけど、まあ、もしその2分の1が外れてしまった場合ね、超不利になるということで、もう両方両方耐久メタりました。まず1つ目はリューパーですね。 S4 枚で B は入っていないですね。コス200で、で地味にもし耐久と当たった場合、あの回復マスとか生成されたら嫌なんでハピア入れてます。で、こっちがまこちゃん小殺計画、そしてこっちがまこちゃん毒殺計画です。毒、もう毒毒毒、もう毒しか入ってないほとんど。うん、もう毒ばっかですね。で、このミラ、あ、間違えた。ね、このミラスタが相手専用の敵をダメージマス、A マスに変化するということなんでね。これも地味に回復マスの対策として1枚入れております。っていう感じですね。で、1時きっかり、今ね、12時58分です。1時きっかりに、まこちゃんさんに対戦申し込むので、あと2分ほどですね。ちょっと今、はい。あ、まだいないですね。じゃあ、カットしていきます。というわけで、マッチングしました。いやー、勝てるかな。最初どっちで行く？小殺か毒殺かどっちで行こうか。毒で行きましょうか。で、盤面は、まあ普通かな。マス、まあ強化あるけど、まあまあまあ。いや、これで行こう。さあ、まこちゃんは最初、どっちで行く？どっちで来るのか。いやー、緊張すんな、本当に。正直先に言っとくけど、マジで勝てる見込みないんですよね。まこちゃんさんとはね、私、オセロニア始めて、5回ぐらい今まで戦ったことあるんですけど、2回ぐらいしか勝ててない。うん、2回しか勝ててないんですよ。だから勝率 40% ではあるんですけども、今回のこのコラボで、まあ2000プラス、つまり、合計7戦するんで、まあさらにね、勝率がダウンしてしまうこと間違いなしですね。やっていきましょう。食らいついてやる。おっと、少しローディングは重いか？さあ、来ましたね。よろしくお願いします。おー、これは耐久じゃないですね。あー、神、これ、まずいですね。うわ、ちょっ、ちょっ、ちょ、困った。あれ、いきなり積んでるんですけど、とりあえずこれ、かまつさん捨てます。いきなり積んでますね。まあ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 、毒オーラですよ、そう。そうそう、毒毒のネクロダンス。毒毒のネクロダンスで、攻撃していこうじゃないか。手駒にあるからね。さあ、こいや。こい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 。多分、神パーティーだと思うんだけどね。S5B2 の、いや、違うのかよ。引け、引け、引け、なんか引け、なんか引け。あー、惜しい。6足り、セミラミス、いや、7足りないか。くそー、出したくなかったー。こっち行こう。え、てか、そうか、ルキアくんのか。今後にしてもちょっと考えにくいな。いや、これもしかしてムーニアリーダーの耐久とか、まさかそんな、ことないよね。あ、耐久だって。いや、ちょっと待って、これ6連打、まずいぞ、まずいな、これ、ちょっと待って。これ耐久なの？え、ムーリアリーダーの耐久か、これ、もしや。うわー、ちょっと待って。これ、大誤算だぞ。これ、大誤算。つか、ルキア来ないでよ。これ、完全にまずいな。まずいぞ。いや、でも、まあ、耐久なのであれば、まあ、でも、この形にはしたくなかった。おー、アウロラ。アウロラ来ましたか。ちょっとまずいね、これは。6連打定石されたらまずいな、これ。どうしようかな。手駒がほんと死んでるな。とりあえずサリー行きましょうか。瞬殺激毒スタブ。オッケーオッケー。これね、いや、ちょっと待って。アウロラ？待て待て、ノイレとか来ないよね。いや、あるな、これ。いや、ノイレ。来ないよ。ないよな。いや、あー、マジかよ。いや、実はね、ノイレのレーザーのデッキは俺知っていたんだ。このデッキは知っていたんだ。ちょっと待って、終わった。
対戦ありがとうございます。早すぎ笑った。はい、2試合目いきます。いやー、油断した。そうか。いや、俺ね、知っていたんだ。このデッキには一回勝ったことがあるんだ。ただね、なんだろう。なんかいろいろと忘れてた。そうか、ノイレか。ノイレーザーのデッキだ、これ。知っていたはずなのに。知っていたはずなのに。やっちまいましたね。完全に。はい。手のひらの上で転がされました。しかし2試合目はそう簡単にはいかないぞ。今のが耐久デッキなのかな？一応今のも耐久っていうコンセプトではあるから、どうなのかわからないんですけど、どうなんでしょうね。てか一瞬で試合終わったの、本当に。いやこっからだよ。竜。ドラゴンマスター。そう。ドラゴンマスターだ、私は。ドラゴンナイトの上級職だぞ。ドラゴンマスター、ドラマス。ちょっと魔法には弱いけど、やっていこうじゃないか。さあどう来る、まあ、ちなみに今のドラゴンマスターっていうのはあれね、ファイアーエムブレムのネタね。やってる人いるのかな。今月新作出るからね、やりたいところではあるんですけどね。はい、こっちはじゃああれか、わかったわかった、こっちはちゃうってやつね。はいはいはい、こっちはちゃうやつね。くーん、ここが先行引きたかった。あーでも、オッケーオッケー、あるじゃない、レグス引いたのにな。あるん腐ってんな、おい。あるん腐ってんな、フルカス。いやでもね、これ魔属性はね、あんま良くないんだよね。あんまり良くない。いや、あのルキアとかね、飛んでくる可能性がね、正直言って高い。とりあえずまあ X から入っていって、ゲレルドレイク投げて、で相手どう来る、逃げられるかな。罠張りそうな感じもあるけど、まあ真ん中来たら普通にゲレルドレイクでコンボするだけだけど、ただあんまその方も良くないんだよね。ゲレルドリクのコンボがそんな強くないからね、ちょっと手駒は悪いかな。まあでも B 駒は入れてないから、次からいい感じの駒が来てくれるんじゃないか。考えてますね。罠。いや、ちょっと待てよ、これ怖いな。ちょっと待って、いや、これレグス使うか。いや、さすがにないと思うけど、一応これレグスでいきます。ああ、さすがになかったか。ちょっと今だいぶ動揺してんね。てかこれ引き悪くない？クリムゾントリトス引き悪すぎでしょ。いや、警戒していこう。うん、このデッキにも一応勝ったことあるんだ。このデッキはね、おそらくね、正月神が入ってるデッキです、私の記憶が正しかったら。太郎、ウルトラマン太郎が来ましたね。うわー、これね、吸収された。ノイ、あれ、ノイル、あれ、ノイルじゃねえよ。誰だっけ、こいつ。ハピアだ。ハピアかー。なんかなー。まあ、いや、ハピア。使おう。ワンダーハウス。さあ、ここから私、あれですよ。自分用強化マスと回復マスだけ踏んでいくよ。うん。運ゲー入りました。さあ、相手はどこに来るのか。相手が踏むところほとんど、いや、全部か？いや、全部じゃないか。全部ではないけど、そう。謎謎マスですよ。謎謎マス。さあどうする、さあどう来る。そうなんですよ、まこちゃんさんはね、考えて打つんですよ、頭がいいからね。なるほど。いやー、攻撃力アップ引かれたよ。いい引きしてんね。ちなみにこのレーテはね、返さなきゃやばいね。デバフが、あ、ベルーがいい引き、いい引きだけど、ちょっとここに自称するわけにはいかねえなー、いかねえよなー、はい、とりあえずこいつは返していこう。さあ頼むぞ。オッケーオッケー、まこちゃんさんもね、まこちゃんも HP 減ってきてるからね。ここでまこちゃんがダメージマス踏む、うん、ダメージマス踏みます、踏んでくれる、そのはずだ。そういう動画にしたいんだ。頼むぞ、ダメージマス踏んでくれ、踏んでくれ。ダメージマスを踏んだ。うん、これはさすがにベルーが投げなきゃまずそう。アムル、ガル、待て、落ち着け。これね、もはやね、3枚返し、いや、ダメだな。いや、アムルガル3枚返しいける？待てよ、4800で、ちょっと4800出るはずなんだ、俺の。2400足して、あ、いける、よし、いけ、どうだ、よっしゃ、足りた、大勢ありがとうございました。ギリギリ、この罠も怖かったな、よかった。
はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。いやー、最後のアムルガル弾けたのが相当良かったですね。うん、いやでも1試合目本当になんかもう注意が足りませんでしたね。いや完全にね、自分心の中でね、最初セミラミスを釣り出された瞬間にね、もう完全にこれ耐久だって思ったんですよ。ムーニアリーダーの耐久かなって思って、で俺は知ってたはずなんだ、あのノイレーザーのデッキを知っていたはずなのに、それを完全にね、その意識外れてました。はい、いや本当ノイレ打たれた瞬間、俺心の中でね、もうやめろバコッちゃんってもうめっちゃ叫びましたよ。言葉には出なかったけど心の中でやめろバコッちゃんって叫びましたよ。おいあんたふざけたこと言ってんじゃん、やめろバコッちゃんみたいな。まあ、ノイレーザーでやられたことはね、もう刹那で忘れましょう。ということなんで、今回ね、まこちゃんさんとコラボさせていただきました。最後ね、アムルガル引いて、竜で勝てたので、よかったかなと思います。これで、ね、まこちゃんさんとの戦績は、7戦して3勝か。まだ、あれですね、5割切ってますね。まあ、また機会があれば、まこちゃんさんね、コラボしましょう。で、この動画なんですけど、まこちゃんさんの視点の動画もおそらく出されると思うんで、確か出すはず。まこちゃんさん視点のリンクと、あと、まこちゃんさんね、YouTube 活動してますので、そちらの、チャンネルも URL 載っけておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。あと、まこちゃんさんのチャンネル登録しよう。私の動画よりもう8億倍参考になりますよ。ぜひ登録してください。では今回この辺で終わりたいと思います。まこちゃんさんコラボありがとうございました。では、ここで見てくれてありがとうございました。お疲れ様です。